あ、そう、ここ最近休んでてさ、声出せないじゃん。やっぱ声出すとさ、カスカスになっちゃうから、ほんと極力ね、話さないようにしてたの。みんなに、その動画を撮るときに喋ってみて、良くなったよ、みたいな感じの報告をしてたぐらいなんだけどさ、まあ、それ以外に何をしてたかっていうと、ホロキュアをしてました。今ね、どうせホロキュアでしょって書いてあったの、コメントに。ようバレたなと思って。いや、もうね、ホロキュアしかしてません。スプラはしてません。ホロキュアしかしてません。そう、無言で、前のお家で、ホロキュアしかしてません。どれぐらい上手くなったか楽しみです。いやね、あのね、上手くはなってない。ほんと上手くなってない。ただ、サナちゃんの、ステージ1があまりにもやり込みすぎて、何も考えずに気がついたら20分終わるぐらい、サナプロになってて。なんだろう、やっぱさ、体調が悪いと、配信できないことに対するさ、悔しさとか罪悪感とかさ、辛くなったりするんだよね。他のメンバーがこんなに頑張ってんのにとかさ、思うんだけど、そんな時は、一旦ホロキュアしてみようと思って。一旦ホロキュアしようと思って、ホロキュア起動すると、まず20分間は無になれる。虚無。そんな日々を過ごしておりました。